ちは、フェルナンドこと拓也です。北アフリカ第1日目です。飛行機の遅延もあり、当初予約していたホテルをキャンセルしてしまいました。さて本日の宿はどこにしましょう。それと大事なお金が引き出せません。どうしよう状態で東京に電話することになりました。それではどうぞ。2月5日カサブランカに到着しました。家を出てから丸2日以上経過しています。波乱含みの幕開けで、本日の宿を一旦キャンセルしています。なんとかするしかありません。空港のバスですが、古いのはしょうがないとして掃除くらいお願いしたいものです。ドーハからさらに8時間半かかっているので、本当に遠くに来たという印象です。アラビア文字は皆目分かりません。英語表記があるので助かります。モロッコはフランスの旧植民地だったので、フランス語が日常的に通じます。荷物は無事に出てきました。この後が問題です。いつも海外キャッシュカードを利用しているのですが、現金が出てきません。海外でキャッシュがないと何もできません。東京に電話するしかないな。とりあえず持っていた50ドルを両替しました。ドルも300しかなく、今後のことを考えるとこれが最高です。そういうことでお金がなく電車で市街に向かいます。料金は60ディルハムで一等席です。30分くらいの距離なので、そんなものでしょうか。ほとんど帝国に列車は入ってきました。モロッコを代表する空港と最大都市カサブランカを結ぶ路線ですので、乗降客も多い。アフリカとは言っても北アフリカは緑が多い。カサボヤージュ駅で降ります。駅です。ちょっとエキゾチックなムードです。先に宿探しをします。明日のことも考えると駅のそばがいい。明日は朝の便でチェリスに向かいます。そう、カサブランカは1日だけです。飛行機の遅延のせいでこうなってしまいました。駅前はどこでも車でいっぱいです。ありました、駅前ホテルといった感じのイビスホテルです。ん？路面電車が走っています。ガイドブックには載っていないので詳細は分かりませんが、最近できたようです。後で利用することになります。ホテル空いててよかった。カサブランカは宿が高い。日本円換算で約1万円もします。窓から見える庭です。白でまとめた内装です。ロビーがモロッコらしい。とりあえずカサボヤージュ駅から町の中心に向かいます。歩くと1時間くらいかかりますが、町の様子を知るには歩きが一番です。帰りはタクシーにしてもいいかな。駅前の植木ですが、ちょっと邪魔ですね。ここだけ見るとヨーロッパの街のようです。どこにでもありそうな雑多な道をまっすぐ行きます。車優先の社会なので、道を渡るときは気をつけなくてはいけません。並木が整い、街の中心に近づいてきました。市役所です。それなりの雰囲気を醸し出しています。ムハマンド五世広場と裁判所です。ムハマンド五世広場の向かいの公園です。市民の憩いの場所のようです。路面電車が通っているこの辺りが中心です。この路線はカサボヤージュ駅に続いているのだろうか。旧市街の象徴である時計台です。メデナに入る前にちょっと用事があります。カラバンボヤージュ
という日本人経営の旅行会社に来ました。閉まっています。メールも届かないので変だなとは思っていました。モロッコの旅の相談をしたかったのですが残念です。旧市街の入り口に変な人がいます。写真を撮らせてお金をもらうという商売です。分かってはいたのですが撮っちゃいました。メディナの中は混沌とした世界です。豚足であろうか。さまざまなものが所狭しと並べられています。時計台と近代のビルでその対比が面白い。メディナの中のミナレットもランドマーク的存在です。散々歩いたのでここでしばし休憩です。同じ業種ごとにエリアが決められています。一回りしてきました。帰りは路面電車に挑戦です。大勢の人が利用しています。やはり便利なのでしょう。カサーボヤージュ駅到着です。正面が宿泊しているホテルです。キャッシュカードの件で東京に国際電話をかけます。ホテルの人曰く公衆電話が一番安いとのことです。20ディナハルでテレホンカードを買います。このテレホンカードを買うのにも一苦労しています。なんとか東京につながりました。これで引き出せました。一安心です。お金がないと旅できません。これでなんとかなったにゃ。ホテルはレストランを併設しています。レストラン前の中庭です。宿のレストランで食事にします。フランス語ですがウェイターが英語で説明してくれました。タジン、これが一番。明日はチュニスです。いかがでしたか。旅は永遠に続きます。また次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。